前日に大阪で仕事をして新幹線で帰ってきまして、とりあえず品川のスーパーで年越しそばの材料を買います。にしんそばにしましょう。やっぱ京都の人なんでね、ちょっと年越しそばはにしんそばでですね、去年はおそばを売ったんですけど、今回はそばは出来合いのやつにして、だしにこだわろうと思います。たっぷりのカツオと、これ羅臼昆布をチョイスいたしました。そばもね、やっぱいろいろあるんですよね。僕は白いそばが好きなんで、この信州のおそばをおそばにしました。おそばをおそばにしましたっていうか、おそばです。で、山菜も入れましょう。でね、この三つ葉なんですけど、これ年末年始価格なのか、なかなかいいお値段いたしました。家帰ります。で、一旦帰りましてですね、で、この日は吉本がですね、ここ3年ぐらいやっている12月30日に毎年やっている大爆笑っていうね、大きなイベント、もう吉本の芸人総出演の、ネタのイベントがありまして、それにですね、有明のホールでやりますんで、それ向かいまして、到着いたしました。年越しにしんそば作っていきましょう。もう羅臼昆布ね、全部入れまして、でも花かつおをですね、もう惜しみなくどっさり入れまして、でグツ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 煮込んでですね、お出汁を取っていきます。おそばね、これ関東にいると割と醤油の色の濃い出汁が多いんですけど、出汁というかおつゆねが多いんですけど、ちょっと僕はやっぱ関西人なんで、かつおと昆布のお出汁ががっつり効いた、おつゆがよくってですね、それを作ります。で、ニシン、これ割と京都の冬はこうニシンそばが割とね、有名というか名物でして、よく食べるんですが、まあ、ほんまね、ニシンそばって本当にね、日常的に食べようとは思わないんですけど、年越しは食べたくなります。で、これついてるおそばについてたね、麺のつゆですね、それを入れて、味を整えて、で湯がきます。3分です。ほぐしながら、猫かわいいですね。さあ、茹で上がりました。
Thank you.